8月13日、タイで開催されているアクカーアジアクロスカントリーラリー2024は競技2日目を迎えた。ステージ距離が短縮された SS2 ではトヨタガズーレーシングインドネシアの花は育ク115号車トヨタフォーチュナーが最速タイムを記録し、総合順位でもトップに躍り出ている。レグにはスラタニからホアヒンまでの長い道のり、 距離にして約 550km のコースが設定された今大会最長の1日となった。一方、この日のスペシャルステージ、SS イコール競技区間は本来 121.67km だったところ、中間のパッセンジャーポイント、PC 以降の後半セクションが洪水の影響でキャンセルとなり 75.19km へと短縮されたステージでタイムアタックが行われることとなった。 そんな SS2 はアップダウンが続く山間部のプランテーションの中を駆け抜ける高速ワインディングが舞台に。ここで速さを見せた TGR インドネシアの花輪は1時間21分36秒というタイムで堂々のステージウィンを飾り、13日火曜日のステージにかけられていた横浜ゴムアワードを受賞。2年連続で最高賞金を受け取った花輪は、 前日はトップから2分54秒遅れの4番手だったが、一気に順位を上げ総合首位に浮上している。前日の2番手、イスズスパンエクスプローラーリキモリラリーチームのトンチャイクリンケ106号車イスズ DMAX は連続のセカンドベストをマークし、総合でも2番手を守った。ステージ10番手タイムでのフィニッシュとなったチーム三菱ラリーアートのチャヤポンヨーター。 103号車三菱トライトンがこれに続く。トップとの差は前者が1分3秒、後者は5分41秒だ。総合4番手には競技初日を7番手で終えたチーム三菱ラリーアートの田口勝彦、107号車三菱トライトンが上がってきた。田口は SS2 で花輪とクリン K に次ぐ3番手タイムを記録。 総合トップとのタイム差は8分49秒となった。総合5番手はイスズスパンエクスプローラーリキモリラリーチームのスワットライジラピニャ112号車イスズ DMAX で田口からちょうど2分の遅れとなっている。花輪のチームメイトで前日に行われた SS1 で穴に落ちてタイムを失い15番手発進となっていた前年覇者青木拓馬、ま、TGR インドネシア 101号車トヨタフォーチュナーは火曜日の SS2 では7番手タイムをマーク。総合8番手に順位を上げた。14日水曜日のレグ3はラリーのヘッドコーター HQ が設置されたホテルを出発して同地に戻ってくるループステージが予定される。SS の距離はラリー前半では最長となる 168.23km だ。